はいどうも、走れ追いチャンネルです。今日はですね、向こうずという野球 YouTuber 向こうさんが作っているチームがあるんですけど、今日はその紅白戦が行われます。主戦として投げてくれる翔平さんという方なんですけど、翔平さんはですね、少しだけ前に動画出たんですけど、ツーシームを投げています。で今日はちょっとそのツーシームについて少し聞いていこうと思います。では、少し聞いていきましょう。じゃあまず翔平さんが投げているツーシームの、まず握りから画面に見せてもらっていいですか。握りはここの部分に指をかけます。若干こうしたときに若干内寄り、人差し指寄りに若干こうかける、っていう感じですね。で、じゃあ握りがそれで、そうですね、今度は投げるときに意識していること。投げるときはほとんどまっすぐと変わらないんですけど、まあ、投げるとき直前で若干人差し指に力を、切るとき、はい、若干こう切るイメージですね、ほとんどね。最後の指の押しというか、そうです、最後の指のフィニッシュのこの最後で若干こっちの指に力入れる感じ。なるほど。その映像があるんで、そちらをまずちょっとご覧ください。はい、この日に行われた紅白戦です。初回の1回の裏の初球でまず投げてきました。バッターが自分の時ですね、この初球にツーシームを投げてきて、インコースから外に真ん中に逃げていく感じのボールでした。これをまあ打ちに行った自分は、捉えることができずファウルになりましたね。はい、そしてカウント 1-1 からの、自分が打ってしまったボール、これが真ん中から外に逃げていくツーシームでした。このボールです。スローいきます。この真ん中外から逃げていく感じのボールでした。いいコースに決まっていますね。これでアウトを取りました。他にも練習で投げているシーンや、このシートバッティングで投げている通信もちょっと動画をもらったので、載せていきます。これがですね、右バッターの真ん中からインコース低めに落ちる、沈む感じの通信部ですね。2球ほどあります。この真ん中から低めに落ちていくボールですね。はい、というわけで今映像を見てもらったんですけど、実際に翔平さんが投げているとき、まあ、キャッチャーもあると思うんですけど、どういうバッターに対してとか、まあ、どういうときに使いたいかっていうのはありますか。そのツーシームを使いたい場面みたいな。そうですね、基本的に、こっちにこう曲がっていくんで、はい、まあ、左バッターの、真ん中をめがけて投げて結果的に外に行く、はい、逃げていく。それか、まあ、左バッターの外側で、左バッターをこうやってるんですけど、そこで曲がるとまあボールになる、でカーブ量を作れる。と右バッターでいうと、まあ、インコースに基本的に磨けるんですけど、インコースに来るとこう曲がってくるんで、まあ、詰まってしまう、と、まあ、そのボールがこう若干変化することで、バットの芯を外せるということで、まあ、それを目指してるんですけど、まあ、注意点があって、やっぱり曲がってくるんで、そのリリースポイントによってはちょっと早すぎると、まあ、抜けてしまってデッドボールになってしまう、はい、それがあるので、その、まあ、リリースの瞬間だけはもう意識して、はい、本当にこの投げる直前の力入れずに離す時だけ前で離す、基本的にね、はい、するとうまくその真ん中からインコースの方に行きますし、まあ変化するんで、ちょうどこの膝元ですね、膝元ら辺にやっぱ空振りが取れるんですよ。それがすごい有効なんで、まあ、通信部はでも自分の中でになってますね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日は、向こうずの翔平さんが投げている通信部のことを聞いてみました。また次回登場してもらうんでよろしくお願いします。それでは今日の動画以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では失礼します。チャンネル登録お願いします。